陸法市は中華人民共和国関東省三尾市に位置する研究市。関東省東南部の血石湾岸に位置する。新鮮と諏訪島の中間に位置する。北には陸が県、船市、東に三尾市下境間陸、恵来県、西に海方県と三尾市上区と隣接する。陸法と海方は陸、海方と並称される。 南は海に面しており、入り組んだ海岸を持つ。カラスカン、コウシ、ケ石、古島、金ビサシの5つの港がある。なお、台湾が実効支配する東、シナ海北部の東サ諸島について、中華人民共和国は、陸方四欠石鎮に属するとしている。全111年に南越国を滅ぼした全艦により、開放権が設置され、 陸方地区も開放県の管轄下に置かれた。622年、唐により現在の陸方市の地区に新たに安陸県が設置されたが、627年に再び開放県に編入された。1731年、清により開放県から分けられて陸方県が設置された。清には京州府に属する県であった。中華民国の関東省で、 道制が敷かれた際には、牛を純道に属した。中華人民共和国成立後、陸方県は1958年に、諏訪島地区所属、1983年に、慶応地区、1988年に、三尾市と所属が変わった。また、1988年には、陸が県を分離された。1995年1月19日に、研究士に昇格し、 現在に至る。下部に三街道、十七鎮を管轄する陸峰市の大部分では、陸峰話、三高地区では、塩産話が話される。これらはいずれも敏南語の一種である。陸峰市の北部では、陸峰発火後や、軍歌話が話される。軍歌話は、秋代の英書生の産物で、陸峰県西南鎮青包村、両軍村、 大安鎮管石炭および解放圏、平東鎮流銀包みに三つの言語島を形成している。使用人口は約九千人。国道と回路が主要な交通路である。産業は機械、化学品、水産加工、医薬品など。1980年代から1990年代初頭にかけては新鮮などの周辺地域が 政策的に着目されたのに伴い、リック豊かも一定の経済発展が進み、電気産業、食品産業などでは好意的な知名度があった。しかし90年代から管理の腐敗、発展計画や治安などの問題により発展の見通しが立たず、工場は閉鎖され、投資を失った。90年代後半から2000年代にかけて、 重要産業のネットワークから切り離された陸法は多くの失業者を生むこととなり若年層は甲州や新鮮などの周辺都市へ流出した陸法は治安上の問題があり関東省が定めた町内八つの治安重点生地地区の一つである市民の多くは行政に不満を持っており多くの行政上の腐敗が 市の経済の低迷の原因となっていると考えていて、ネット上では、著名鈍感も取り沙汰されている。2011年には、東海街道ガラスカン村で役人の腐敗を原因と、する大規模な住民運動が発生して、村幹部を皇鉄に追い込み、住民運動側が直接選挙によって、村長選挙を勝ち取っている。陸法は、中国製覚醒剤販売の中心地として知られている。 2012年の統計によれば、中国で製造される、覚醒剤の約1、3が、陸法市で生産されており、特に、厚生鎮、厚死鎮、木の江東鎮の3高地域に集中している。関東省は2013年12月29日に、厚生鎮白社村で覚醒剤製造組織のリーダーと生産に携わっていた一族を逮捕し、工場を解体した。 この件はセンセーショナルに報道され、覚醒剤組織との闘争がアピールされた。ありがとうございます。